パパママをそろばんの先生に。それでは今回は掛け暗算の2ですね。前回は1桁×2桁、今回は逆に、2桁×1桁から入っていきましょうか。まあ、やり方は全然一緒です。まず、桁数たす桁数に指を置くイメージ。これであれば69、2桁ですよね。4は1桁なので、2たす1、3桁目、1桁目、2桁目、3桁目に指を置くようなイメージですね。あくまでイメージ。この問題であれば 4×60、 あとは 4×9 をやればいいんです。白く240ですね。はい、白く240足す、白く24ですね。答えを足したら、指はまっすぐ下ろすでもいいし、指のところから白く24、10つくので指のところが24でまっすぐ下ろす。あとは、四く36、30くくの答えに10がつくので指のところから36を足してあげればいいんです。はい、こんな感じですね。276と、60×4 の240と、4×9 の36を足して276なんですよね。こんな感じになります。もうしっかり、針は若干薄く、見せてますけども、頭の中のイメージはもうこんな感じですよね。そろばんと違って、手段式暗算の場合、頭の中のイメージは、もうはっきり言うと、5玉。ここと、この辺りの1玉ですね。ここら辺はもう正直言うとくっついてるんですよね。じゃあ、なんでこれが5玉というふうに判断できるか。位置関係でもうしっかり、一番上は5。例えばここに、40上がってたとしても一番下が4だというふうにしっかり認識してますので、ここら辺の針とかは多分ほとんどない状態。これで276というふうに、イメージ的には読んでます。じゃあ、前回の動画、1桁×2桁。で、今回の動画、2桁×1桁ができるようになりましたと。じゃあ次は桁数の幅を増やしてほしいんですよね。1桁×2桁、2桁×1桁ができたら、今度は1桁×3桁、3桁×1桁、まあ同じようなものなんですけども、桁数を1つ増やしてください。さっきと全然やり方は一緒です。桁数足す桁数に指を置くイメージ。これであれば2は1桁ですよね。158は3桁なので、1足す3、4桁目ですね。ここに指を置くイメージですよね。で、桁数の、小さい方から大きい方にかけてます。かけていきますとね、2と100、2と50、2と8をやればいいんですね。200と100と16を出せばいい。もう今口でパッと言ってしまいましたけども、これでも暗算で答えは316で出てしまうんですよね。出てしまうんです。ただ頭の中のイメージ一度やってみましょうか。2×1 なので、2、1が2、九九の答えに、10がつかないので、指のすぐ右に2を足しますね。はい、2を足したら指はまっすぐ下ろすイメージですね。次、2×5 ですね。2、5、10、九九の答えに10がつくので、指のところに10足しますね。あくまでも頭の中のイメージです。10ですね。しっかり0は0で指を動かす感じのイメージを持ってください。で、最後ですね。2×8、2、8、16。九九の答えにまた10つきますので、指のところから16足してあげます。はい、16ですね。答えは316です。まあ、このあたり、雑に動かしてるわけじゃなくて、実際の頭の中のイメージは、この針なんかはもう消えてますので、結構1玉と5玉、そろばんと違って、手段式暗算のイメージを出すときは、こんな感じで頭の中くっついていますからね。ただそれでもしっかりこの形、この形状だけ、玉の位置関係だけで、桁もしっかり、ここが100の桁、10の桁、1の、位というふうに分かってますので、しっかり316というふうに答えはイメージができます。次回はですね、もう少し掛け暗算練習しましょう。1桁×3桁、3桁×1桁ができた場合、次は2桁×2桁いって、それができた場合、3桁×2桁、2桁×3桁というふうに桁数を増やしていくんですけども、じゃあ、とりあえず、まずゴリ先生の希望というか、目指す掛け暗算の合格ライン、どこまでやってほしいか。まあ、結論を言うと、3桁×3桁なんですね。6桁もしくは5桁の答えが出せるまでは、掛け暗算何度か頑張ってほしい。そのあたりの説明をしていきます。もう6桁の答えができると、非常に4桁×3桁、3桁×4桁、4桁×4桁という掛け暗算が非常にレベルがアップしやすくなる、というお話もできればしていきたいと思います。
ぜひこのチャンネル、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。次はみんなの番だよ。